お疲れ様です。授業ですか？あ、いや、これから学祭ライブの打ち合わせ。僕ら実行委員だからねって。ごめん、ちょっと急ぐから。学祭か。なに？学祭を知らないのか、君は。はい。だから質問したんですけど。じゃあ、教えてやろう。創立以来40年の総勢8000人近くの学生がほぼ全員参加で、3日間にわたって行われる壮大な祭りで、一説には数万人とも言われる客を集める一大イベント、それが大芸大の学園祭だ。はあ。当然ながら我が美術研究会も全面的に参加をする。そんな重要な行事を前にして君はなんだ、そのデータラには。その重要な行事を私物化したあんたが何を偉そうなこと言ってんの。すみません。あの、一体何が。うちは毎年教室を一つ借り切って、そこで美術作品の展示をやってるのよ。それを今年やるはずだったのに。こいつがとんでもない企画を黙って出したのよ。で、何の企画を出したんですか。メイド喫茶。は？僕はね、夢だったんだよ。可愛い女の子たちにメイド服を着てもらって、楽しそうに会話してるところを写真に収める。喋んなっつってんでしょ。はい。もう企画変更もできないし、どうやって人を揃えたらいいのか。メインの子はぜひピンク髪で。俺の中の何かが目覚める。何がピンクだ。先輩たちに聞きたいことがあるんですけど。髪がピンクでせないでしょ。ピンク髪か。そんな学生うちには山ほどいるからな。そうですか。あ、確か名前は富岡ケコっていうね。あ、そうそう、それにこんな関西弁。ん？え？よっ。うわぁ、富岡先輩ケコでええよ。はし、誰だこのピンク髪の幼女は。よくしょ、ちっとハビケンも久しぶりやな。ヒロエちゃんとかまだおんの？え、ヒロエ先輩ですか。もう2年前に卒業しましたけど。そうな。あのちっこかったひろえちゃんが卒業か。あの、うちに何か用ですか？おお、せやったせやった。肝心の用事忘れるとかやった。貸しを返してもらおう思ってな。お、君、ゲーム作るん手伝わへんか？ゲーム？ハルキゲニアソフト？あの有名なシャッターサークルの？せや、そこでディレクターやれへんかっていう相談や。どうして僕なんですか？あの時現場におった子に聞いたんやけど、君、制作としておもろい動きしとるらしいやんか。いや、別にそんなことは。隠さんでええねん。りゃ、やってみひんか？もう一度ゲームを作れる。夢に挑戦できる。けど、ごめんなさい！今は、無理です。なんかあるみたいやな。すみません。まあ、気が向いたらいつでも声かけてや。柏はその時まで立っとくわ。ありがとうございます。せっかくやしこれあげるわ。うちらがどういうことしとるんか見といてな。ほなまた。今の僕じゃ足りない。今度こそ本気で挑むために。